皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室の講座をリニューアルする時の講座の作り方のコツということについてお伝えしていきたいと思います。講座をリニューアルするタイミングは人によっていろいろ違うと思うんですね。で、そうですね、長い方だと10年全く変えてませんっていう方もいらっしゃるんですけれども、通常ですね10年同じ商品は持たないですね。特に最近は商品の入れ替えっていうか、消費者、要はお客様である生徒さんですねの飽きが来るのも早いので、割と短いサイクルでプチリニューアルを繰り返しながら講座を持たせていかないと生徒さん割と減っていきがちなんですよね。で、その減り方が徐々に減ってってるので、こうあまりダメージに気づかないケースとかもあるんですよ。で、ようやっと減ってきたなって感じる時に、相当減ってきてる状態だったとしたら、かけた時間と同じぐらい回復するのに時間がかかってしまう場合があるんですよ。なので減ってきたなっていう時には、何かやはり魅力がある講座とか今のトレンドですね、市場が反応する、要はお客様が反応するものを取り入れながらリニューアルをしていくっていうのはどのみち必要で、でこれが残念なことにスパンが短くなってるんですよ。前だったら多分5年間同じ教室のレッスンでも多分行けてたはずなんですけど、私の肌感覚で言うとロングランで続くもので3年で、短いもの1年持たないなっていうのが最近の感じなので、それぐらい のスパンで、あまりこう手を入れてね、講座のリニューアルをされてない方はぜひ検討事項の要因として入れてっていただければなというふうに思います。はい、ということで、じゃあまずね、本題の方入っていきたいと思います。まずリニューアルをしていく、手順なんですけれども、いきなりリニューアルはしないです。講座の なぜリニューアルするか、お客さん減ってるからだったとしても、必ず一番最初にやらなくてはいけないのが、調査ですよね。調査、一番目、調査です。で、調査っていうのは自分よがりの調査ではなくて、少し引いた目でやる調査になっていきます。例えば、お客様の声、すでにいる方に似たような属性の方を集めたいと思うのであれば、その皆さんにね、声を伺ってみて、どんな感じで運営をしていきたいのか、どんな感じでやっていきたいのかっていうのも伺いながら、その意見を取り入れる、全部は取り入れなくていいんですよ。自分の軸っていうものもやはり持たないといけないので、で取り入れながら、こういうふうにしていこうみたいなのを決めていくっていうところですね。はい、それによってリニューアルをしていくために調査が必要です。あと、もう少し引いたところで言うと市場調査っていうことで、特にトレンドですよね。例えば今私が今このお話をしている時期っていうのは、米粉の講座っていうのは非常にトレンドでブームです。で、私が扱っていたのは7年前で、これね、早すぎたんですよ。トレンドのピークは3年4年前ぐらいだったと思います。その頃にやり始めてる人はすごく、集客も楽だったし、人がいっぱい来るような状態だったんですよ。で、今でもまだ集客はできるツールではあるんですけれども、これから米粉の講座参入しようかなと思っている人は、結構教室が増えてきてしまっているので、需要と供給の関係から言うと、習いたい人のバランスと教室の数のバランスが悪くなってくると大概集客ができなくなるので、これから入っていこうという方は工夫が必要になります。まだダメとは言わないんですけども、一番ピークだった時期は過ぎている、要は先行者利益と呼ばれる楽に集客できる時期は少し過ぎてきたかなっていうニュアンスはあります。まだ工夫はすれば大丈夫なんですよ。なので、まず生徒さんの声っていうのはもちろん聞くのが、
一番なんですけれども、それと同時に市場的に今どういうものが流行っていて、世の中の大きな流れとしてどういうものが好まれているのかっていうのはやはり調査する必要があると思います。ここは割とやらない先生多いんで、ここはねぜひやっていただきたいというのが1番目です。で、2番目が分析とか比較ですね。はい、データがまあありますよね。で、そのデータをもってして、じゃあ自分がこういう方向に行こうかなっていう新しい講座の方向を考えた時に、それが自分の業界内で他の先生どうやってますかみたいな、どういう立ち位置でやってますか、値段めっちゃ高いのでやってるのか安いのでやってるのかとか、カリキュラムの内容はどうなのか、最低50社50教室ぐらいは調べたいところですね。はい、でその中で自分の得意とかキラリと光る特徴ですね、それを前面に打ち出して、要は一般の生徒さんになった気持ちで比較した時にでも選ばれやすいように特徴を際立たせてみせるという必要が出てくると思うんですよね。だからその時には当然市場調査とかをした、世間一般の流れとともに業界内での状態だから、世間一般ではそういう状態になってても、業界では遅れていればまだ盛り上がりがあるよねって言ったらゴーサインでボンと行けばいいのであって、そのあたりをね判断しないといけないんですよ。だから調査が終わったら比較分析で、しかも業界内の自分の立ち位置ですね、まあ、ポジショニングマップと呼ばれるものを作ったりする時もあるんですけど、多分ポジショニングマップっていうのをサイトとかで検索するとどういうものなのかっていうのが出てくるんですけど、自分の立ち位置をしっかり把握するっていうことですよね。はい、で把握した後に、じゃあ実際に3つ目ですね、リニューアルの企画立てますね。どういう講座にしていこうか、どういう金額で、どういう支払い方で、まあ、当然誰に何を教えるのかって、まあ、この辺りを全部企画として考えて、で考えたとの、ここ結構ポイントなんですけど、速やかに構築して外向きにリリース発表する、ここ結構大事ですよこのスピードが遅い人が多いです。教室の先生は多いんですよ。企画がね、例えば私それを聞いてても、あ、いいねそれって言って、はいどうぞやってみてって言った後のリリースが、まあ、半年ギリ遅いけど1年っていうと、もうね社会情勢とか全部変わっちゃってて、場合によってはライバルっていうかね、似たようなことを考える人っていうのは世の中にいるので、その人が先に出しちゃったりとかするんですよ。そうすると二番煎じみたいになっちゃうので、またゼロから作り直さなくちゃいけないので、一旦企画が決まったら、そこから実現するためのリリースするまでの期間はなるべく短い方がいいです。なるべく短い方がいい。はい、ですのでスピードリリースですね、ポイントになってくるのは調査が終わって比較分析が終わって企画を作ったらリリース、ここまでの時間をどれぐらい短くできるか。私なんかは、あ、今だとかって思うものは最短2週間とかで30万円ぐらいの企画も作って売ったりとかしますけれども、時期を逃すと売れないなと思うようなものとかの時にはそういうこともしたりします。大抵皆さんね、早い人で3ヶ月かかる人6ヶ月は平気でやるスピードが教室の先生のスピードだなと思っているので、このスピードが早いだけでも売れるタイミングとチャンスを逃さないことになるので、ここはねやはりちょっとチェックしていただきたいところではあると思うんですね。で、なぜ、一言ねちょっとお話しすると、なぜ、そのリリースするのが遅くなるかっていうと、綺麗なものを完璧に作ろうとするこだわりが強い方が多いからです。これ無理なんですよ。ある程度のものはしっかり作るんですけれども、出して修正かけないと、声を聞かないと、だからモニタープランっていうのがあるんですね。モニターの方の声を聞いてもう一回直す、だからプロトタイプって言って、一旦市場に出すけれども完璧なものでなくていいんですよ。で、それによって反省点が見つかったり、もっとよりいいものが見つかってブラッシュアップして本リリースみたいな形なんで、ここまでの期間短くしないといけないんですよね。ですから必ず修正がある前提でいくから、リリース6割でいいって言ってるのはそういうことです。で、あ、ここが修正しなきゃいけないなっていうのが理解できたら修正かけます。サイトを直すとか仕組みを変えるとか。で、これも遅い方が多い
これも遅いとまたその旬のものがどんどん劣化していってしまうので、直すって決めたらそのスピードもめっちゃ速くした方がいいです。でその上に最後もう一回、市場に投下ということで、この特に実践で出す修正3番4番、3番企画実践リリース、4番修正、5番、また修正リリースっていう、この3、4、5、3、4、5みたいな、ここ4、5、4、5を繰り返す感じになるんですね。でそれによって100%ぐらいいい商品を作っていくっていう、そういう感じになっていくので、スピード命ですね、どの工程においても。だからリニューアルをしようって決めたら、まあ、市場調査から比較分析、企画実行リリース修正リリース修正リリースっていう、このね、大体3ヶ月ぐらいで落ち着くとは思うんですけど、そこはね、スピードアップですね。一番気をつけなきゃいけないポイントはスピードです、おそらく。はい、でここを気をつけないと、一生懸命練った企画が時代遅れになっちゃったり、他のライバルの教室が発表しちゃうと真似してるように見えちゃうから、やめないといけなくなるから、またゼロからやり直しになるので、もうね、決めたら一気に形にしていくっていうのを、考えられた方がおそらくいいと思います。で特にあと講座の、今度はもう一つ言っておくと、ライフタイムバリューじゃない、いやごめんなさい、講座の寿命ですね、これが短くなってるんですよ、昔より。だからある程度ヒット商品が出てもそれに甘んじず、楽をせず、常にブラッシュアップを繰り返しながら売っていくっていう形、売っていくっていうことは、要は時代のニーズに合わせて商品の見せ方とか扱い方を変えていくとか、まあ、そういう意味なんですけれども、それをやることによって講座って長生きするんですよ。基本プロダクトライフサイクルっていうのは、このね、導入期から始まって成長期、成熟期、衰退期って、でよくこの衰退期に気づかずに、なんかイケイケでやられてる方とかいらっしゃるんですけど、必ず終わりは来るので、その間に新しい商品を作るのか、それをリニューアルしてもう一回こう山を持ち上げ直すかっていう、この手入れを常に見ながらですね、敏感に状態を察知しながらやっていくっていうのが、まあ、結構必要になっていきますので、そのあたりをね、考えていっていただければなというふうに思っております。はい、ということで本日のまとめです。教室の講座をリニューアルする時の講座の作り方のコツについてお伝えいたしました。1つ目は調査ですね。2つ目は、分析、比較分析。3つ目は、企画、総合企画ですね、企画まとめて、リリースで、4番目が修正調整で、またリリース5番目っていう、このサイクルを繰り返すことでより良い講座ができていくので、特に世の中が激動して環境が全くガラッと変わってしまっているような時には、どちらかっていうとスピード重視で変化に対応する商品を次々に作り上げるという方が、売上も下がらず、お客さんも減らずっていうことができていきますので、この機会にぜひ教室のチェックをしてみていただければと思います。それでは。